プチプラの順です。今回ですね、使いすぎて神 GU の神アイテム4000いきたいと思いまーす。ということで今回はですね、神回です。なんでそんな神って言えるかというとですね、すでに過去に購入したアイテムの色違いをですね、4点買ってきた。4点でだいたい6500円ぐらいかな。もうコスパエグいんよ。さっきテンション爆上がりすぎて5コーデも組んじゃったんで、よかったら最後までゆっくり見ていってください。先にですね、プチ情報と言いますか、 GU でお買い物するときこれ知っといた方がええでーっていう情報3つお教えします。まず1点目、新作について。 GU の新作はいつ登場すんの、発売されるのということなんですけど、実はですね、毎週月曜日なんですよね。ご存知の方もいるかと思うんだけど、 GU のアプリとかね、サイト見てると月曜日に新作が登場している。それが毎週なのよね。今夏の時期だから半袖系のやつとかシアー系のものとかがガンガン登場してる。今後はですね、僕もなんか毎週 GU の新作買って紹介するかな。で、お得情報2つ目、 GU の値下げはいつなーんってことなんですけど、期間限定の値下げって毎週土日じゃねと思うわけですよね。週末になんか期間限定値下げしてるやん。アプリ会員特別価格みたいな感じで、そう、土日に値下げしてることが多いよね。だから皆さんね、お買い物するとき週末かなり要チェックです。お得情報3つ目、永続的な値下げいつなんてことなんですけど、これはユニクロと同じ火曜日ちゃうかなと思ってて、ちょっと間違ってたらすみませんけれども、そう、火曜日にガンとこう値下げ入ってる気がするんよね。なので皆さん、月曜、火曜日、土曜日は押さえておきましょう。ということで参ります。まず購入品1点目、じゃーん、超人気レディースのカーゴプロンパンツ。こちら商品名、レディースのカーゴプロンパンツ、サイズがですね XL サイズ、価格2490円でございます。で、カラーがこれブラウンカラーなのよ。やっぱね、どうしてもこのブラウンが気になってて、4色展開あるんよね。黒にこのオリーブ系にブラウンに白で、僕ね白この間買ったんよ。それがあまりにも良かったんで、ちょっと他の色もどうな、てかブラウンやっぱりいいよねみたいな。最近僕ブラウンにハマってて、しかも暖色系のコーデが割と今流行ってるような気がするんですけども、そう、茶色これいいなみたいな。店舗で見た感じね、結構ねベージュ味が強いようなブラウンかな。茶色茶色してない感じお分かりいただける。結構薄めの茶色だなと思いました。ただめっちゃいい色だわ。4色の中でも一番人気あるんちゃうかなみたいな。丈標準と丈長め2つあるんだけども、丈長めの方ではですね、このブラウンサイズ分けめっちゃ発生してる。ペッペッペルアンということで、こちらですね、チャックもないし、ボタンもないし、ということで、こうガバッと着脱できるわけよね。スウェットパンツみたいな感じで、こう超簡単に着脱できるし、シルエット見ていただくと、股髪が長め、太ももワイド、裾もワイド、絞れるようになっているということで、最高の形なんよね。一番は、やっぱこれスーパーワイドカーゴっていうのはわかるんだけれども、ちょっとさ、着丈長めのシャツとか着るときに、これぐらいの太さ、結構相性良かったりするんよ。カジュアルすぎない感じ。スーパーワイドカーゴは超カジュアルで男らしくてかっこいいって感じだけど、これは太すぎないから、綺麗めコーデができる。もちろん若者にもおすすめだけど、30代、40代の方にも超おすすめできるやつ。ユニクロにもイージーカーゴパンツ言うて同じようなやつあるんだけど、僕は GU のやつの方がおすすめかな。フロントでこう絞れるタイプになってると、フロントにこう紐があるからね。で、さらに紐も丸紐になってて、先がさ、こうメタリックな感じで高級感もあるやんか。で、僕身長177センチでウエスト30インチ履くこと多いんだけど、これ XL でウエストちょうどないよね。ずれることもないし、このままチャッと入ってチャッと抜くことができる。もう最強なんよ。後ほど着画とコーディネートご紹介します。神アイテム2点目参りましょう。何行く？パンツ行こうか。じゃじゃーん、黄色いパンツ。こちら商品名、ローウエストバギーパンツで、レディースの商品でございます。カラーが52グリーン。サイズが XL で、価格がですね、なんか値下げしてて990円なんだよね。色がさ、ちょっと独特というか個性強すぎて、この色に関しては値下げしております。他のね、黒とかグレーとか一番合わせやすいカラーはお値段据え置きかなって
と思うんだけど、ライムっぽい黄色のカラーが値下げしております。ポリエステル 100% で、今からの時期ちょうどいいんだよね。サラッとしてて薄めの生地やねんけど、汗吸収して乾きやすい、しかも洗濯してもイージーケアっていうね、めちゃくちゃいい機能性持ってるわけで、商品名にもある通り、結構ねこれローライズなの、ローウエストになってるわけですよね。ローウエストだからシルエット微妙かなと思いきや、結構ね太ももワイド、裾もワイドで、なんかねストーンと落ちる感じ、めっちゃ足長に見えるよね。でこの間ですね、ダークブラウンとグレー買って、めちゃくちゃ綺麗なシルエットだったんで、でしかも値下げしてるおしゃれなライム色ってことで、もう買うしかないやん。そして購入品3点目参りましょう。こちら、じゃじゃん、セカンドスキントップス。こちら商品名がシアニットカーディガン長袖、カラーがブラック、サイズ XL、 価格が1990円です。この間ね、これのベージュ買ったんやけれども、めちゃくちゃ良くて、これシアーシャツとの相性も抜群なんよ。ちょっと肌寒いなみたいな時にシアーシャツの上から羽織れるし、で1枚でも様になるって、そのなんていうの、タンクトップにこれでも全然いけるし、で最高なのよね。でこの間 L を買ったんだけど、これはですね XL にしてみた。もう着用感が全然ちげえの。普通に着丈もなんか長なるし、 L と XL でこんなにもサイズ感違うって思った。昨今ですね、こういうシアー素材のものがめちゃくちゃ人気でトレンドアイテムになっておりまして、いわゆるセカンドスキントップス言うんでしょうか。肌が透けてちょっとセクシーな感じもあるし、涼しげだし、しかもおしゃれなのよね。でこういうカーディガンって重ね着もできるから着回し抜群なのよね。控えめに言ってかみ。そして購入品ラスト4点目参りましょう。それがですね、こちらでございます。最強のタンクトップ。もうこれに関してはトップオブトップ、タンクトップオブタンクトップ派。こちら商品名、ドライポンチロングタンクトップ、カラーがブラックで、サイズが L サイズ、価格1490円なんだけど、期間限定値下げで1290円で購入いたしました。これを去年も僕買ったんよ。白色の XL ぐらい買ったんだけど、今年は黒買ってみた。これドライポンチの素材だから、綿ポリエステルなんよ。なんかエアリズムコットンに近いような感じで、サラッとした着心地で、しかも生地丈夫で、超最高なんだよね。ペラペラじゃない。下着感がなくて1枚でも様になるし、めっちゃ好き。結構ね、着丈長めだからレイヤードにも持ってこいなわけ。これプラスなんか T シャツ合わせてもいいし、オープンカラーシャツ合わせてもええし、サイドスリット入ってるからね、動きも出てめちゃくちゃいいよね。毎年これは買っちゃうんだよな。この間リブタンクトップ買ったんだけど、これか、これちょっとね、暑いっちゃ暑いんだよね。まあ保温性があると言い換えることもできるんだけど、ちょっと暑いんやけど、これサラサラしてて清涼感があってめっちゃすごいいい。ってことでね、こちらの神アイテム4つを使ってコーディネートいってみましょう。1コーデ目、ロールウエスト、バギーパンツにタンクトップ、そしてシアーシャツにシアーカーディガン着てみた。このね、蛍光色というか、なんていうか、ライムカラーが結構派手だから、トップスはさ、シンプルにしたいよね、ということで、黒にしてみたんだけど、めっちゃかっこいいよね。で、サンダルはこれユニクロ U のやつで、黒色。全体的に色味はね、落ち着かせてみた。いや、めちゃくちゃおしゃれじゃね、これ。だからね、パンツも見ていただくと、ローウエストなんだけど、足長に見える。ワイドめのシルエットたまらんやん。で、トップスね、これめっちゃ重ね着してんのよ。タンクトップにシャツで、で、しかもシャツの片方をタックインしてるんかな。これでカーディガン羽織っております。これちょっとわかりにくいんだけど、カーディガンね、XL でも全然余裕っていうか、全然大きめなのよね。なんか着丈普通にお尻半分か、すっぽりいくんじゃねみたいな感じ。これさ、シアーシャツの袖が結構ゆるゆるで、すぐね、ずるってこう、落ちるっていう感じなんだけど、カーディガンを羽織ると袖がさ、リブあるから落ちないんだよね。これもめちゃくちゃいい。これシアーシャツとシアーカーディガンのコンボはめっちゃおすすめ。続いて通行で目行きましょう。今度はですね、カーゴプロンパンツブラウンに、タンクトップ、そしてカーディガン着てみた。めっちゃかっこいいくないこれも。これニューエラのキャップ紫ですね。ちょっと黒とブラウンだけだとなんかシンプルすぎるっていうか、なんちゃう、若干地味っぽかったんで、パープル差し色入れてみた。で、フィラのスニーカーですね。ゴツめのスニーカーとも相性抜群。レディースの商品なんだけど、ちょっとこう腰履きみたいな、おへそよりちょい下
ぐらいにベルト位置というかゴムの位置持ってきております。なんかねブラウンが超上品なブラウンなんだよね。綿ポリエステルだから生地もね張り感ある感じ、シワ感もなくてストーンと落ちて最高。今の時期マジでおすすめでございます。でタンクトップ見ていただくと L サイズでこの着用感ね全然ピチピチじゃないのよ。身幅も余裕あるし、でシャツをアウトにするとわかるんだけどお尻すっぽりぐらいの着丈感なんよ。 L サイズで全然ね十分かなと思います。結構デカめと思った方がいいと思う。タンクトップを脱いでみるとスリーコーデめ、今度はですねローウエストバギーパンツに白のシアーシャツ合わせてみた。ちょっと爽やかめな感じになりますよね。靴はナイキのエアフォースワン履いてます。やっぱシャツと靴の色は合わせておきたいよねと。でさらに最近買ったニューエラのキャップ、これはサンディエゴパドレスのダークブラウンのキャップですね。めちゃくちゃいいやんか。黄色とさ茶系も相性いいからこれねタンクトップをね茶色にしてもよかったかな。そして4コーデ目参りましょう。ブラウンのカーゴパンツにシアーシャツですね。でシアーシャツアウトにするとちょっとねバランスがあれだったんで前をタックインしてる。少しボタンをこうポチポチと止めて前だけタックインで後ろは出すみたいなコーデでございます。こうするとなんかバランスいいよね。でブラウンに白黒だから間違いないよ。でニューエラのキャップはベージュにしてる。ラスト5つ目のコーディネート、セカンドスキンということでこういう着方もありかなみたいなまあちょっと冗談ですけども、ジャスティン・ビーバーがミュージックビデオとかでしてそうだよね裸の上から羽織るみたいな。でこのまま外出ると捕まってしまうかもしれないんでタンクトップ着てこんなにな感じもいかがでしょうか。全身ブラックのコーディネート、めちゃくちゃかっこいいやん。全身ブラックなんだけど透け感があるからそんなに暑苦しくないんだよね。はい、ということでいかがだったでしょうか。もうめちゃくちゃ着回し効くアイテムばっかりやんっていうね。レディースのパンツ今回紹介したんだけど全然男性の方も履けるんでぜひぜひ店舗とかで試着してみてください。以上今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。